どうもみなさんこんにちはギルテックスです。タルコフ楽しんでおりますでしょうか今回ね、こちら、ハイドアウトの装備が飾れるギアラックという場所を作ることができました。武器もつけたりできますので、スタッシュをね、開けるのにも使えそうです。しかもね、このようにポーズもいろいろできてあの、大きく手を開いた状態とかね、変わったポーズもありました。 はいということで今回はタルコフ金作動画第2弾になります前回はスカブ金作動画を紹介させてもらいましたが今回は、えー、PMC の金作動画 SOT ですねのある場所一体を漁るだけで安定して金作ができる方法をお伝えしていこうかなと思います、えー、注意事項もねいくつかありますのでしっかりとね見ていただけたらなと思いますそれではどうぞ はい。ということで、鍵紹介していきたいと思います。まずね、こちら、リラクゼーションルームキー。こちらの鍵はね、すごい美味しくていいんですが、ちょっと危ないので、もしね、あの死にたくないなとか、えー、安定して帰りたいなと思う方は、リラクゼーションルームキーは別に使わなくてもいいのかなと僕は思います。はい。次、えー、こっちらですね。REA、リアルエステイトエージェンシーオフィスルームキーという鍵ですね。はい。こちら、あのシアターのね、 近くにある、えー、鍵部屋2階の鍵部屋なんですけどこちらもね結構美味しいので1つね買っておいてください次 MVD こちらですね MVD っていう鍵は、えー、とコロン体がね発生する、えー、あのセワリバーという脱出口 電車が下に入って落ちているところの左奥にある建物ですね。の鍵部屋になっています。こちらもね、周りあさる場所が鍵部屋なくても美味しいので、ついでにね、開けると美味しいかなと思って、えっ、ー、と、紹介させてもらいました。次、金融機関執務室の鍵と金融機関事務室の鍵ですね。こちらは、えっ、ー、と、金融機関っていうね、あの、場所があるんですけど、 えー、そこも同じくセワリバーのね近くにある建物の中で鍵1階と2階にね鍵を開ける場所がありますそのねそちらの2つの鍵を開けてもらうとですね金庫と、まあ、金品プラスパソコンが大量に入ってありますので、えー、結構ねグラフィックボードが出たり今ねハイドアウトですごいあのパソコンパーツ使ったりとかしますのであの美味しいものがいっぱいされるということですねなのでこの2つもしっかり買っておきましょう はいそしてですね次にですよ、えー、必要なもの絶対に必要なものこれだけはちゃんと持っていってくださいこちら RSP30 ということでねこれグリーンフレアですねはいこちらね SOT の脱出する場所があると思うんですけどグリーンフレアで脱出する場所でちゃんと帰るようにすることが、えー、一番簡単に 早く帰ることができますどんな脇であろうともこのグリーンフレアというのは確定で脱出が可能なのでこのグリーンフレアで近くのこの MVD であったりファイナンシャルオフィス金融機関の部屋をあさったりとかしてそのまま出てしまうというのが一番おすすめかなと思います。 はい。ということで、こちら SOT のマップ、えー、全体図なんですけども、えー、どういう道取りを取って、えー、脱出していくのか、えー、あとどういった、ね、アイテムを取ると検索できるのかについてお話ししていきたいなと思います。まずね、こちら真ん中から右側のオレンジのここですね、こちら廃工場となっていて、この廃工場をメインにあさってほしいです。 廃工場メインに漁ったら工具アイテムがね、結構たくさん取れます。えーな、なんでそんなにね、工具アイテムが必要なのかというと、ハイドアウトのね、拡張に使います。えー、今みんなね、ハイドアウトの拡張に焼き気になっているので、フリマの値段が異常に高いです。特に高いなと思うのはツールセットであったりとか、まあ、あとドリルとか、 まああとモーターねそのあたりもね20万とか30万とかシーリングフォームとかもねそのぐらいの値段しますそんな感じでねどん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 あさっていただきたいんですけどえ基本的には下の黄色いエリアで湧いた場合黄色からオレンジ行ってオレンジから青の右側行ってそのまま右上に出ると いう感じですね下からぐーっと上に上がっていく流れで漁っていってほしいです。これがねできるだけでかなりカバンパンパンになりますのでえ実際ねこれ3レイドほどね行ってみたいと思いますのでぜひねこれ見てもらえたらなと思います。それではどうぞ でいきますか工場がね今うまいですからね。ハイドアウ,ハイドアウトのねアイテムがおいしいので。 ああ、うまい。プールセットは本当に美味しい。もうこれポーチに入れてもいいぐらいですね。 あの廃工場だけでね、こんだけ稼げて、もう100万ぐらいいってますからね、これで。100万手前ぐらいまで行ってますから。 ここからは歩いてゆっくり行きましょうしょファイナンシャルオフィスね上と下両方開けていきましょうスモールオフィスとドキュメントケースあるとねいいですけどねいっぱいしまえるのでちょっと僕忘れてきちゃったんで このね、グラボが出やすくて貴重品もあるというね。ここのね、とことこの、ああ、いいですね。人形。今ね、人形ってあの、ファルティストサークルのところに使うといいアイテムを持って帰ってきてくれるっていうことが結構あるみたいなので、人形の価値が出ましたよね。CPU ファンもね、3万から5万。ああ、いいですね。これも5万から8万ぐらいしますね。KEK、e、っていうテープね。 このツールセットを作るために必要な素材って全体的に高いので、拾えるものは拾っておきましょう。 MVD も漁るとこ多いなうわ嘘でしょどうしようで、えー、これは出すぎだわちょっと待っていいの出すぎだ困っちゃうこれはどうしたものかよいしょ,いしょこうだなうわすごいレートになっちまったこれもう60万超えてるよツールセットだけで やっぱね、医療バッグもあるから、レドックスが出るチャンスも全然ありますし、超高級アイテムが出る可能性がダッフルバッグは全部あるんで、そういう意味でもダッフルバッグをおすすめしてるんですよね。じゃあ、出ちゃいましょう。はい。クリーンフレア、やっぱ最高ですね。工場あさって、MVD あさって帰る。この道を遠るだけでめちゃくちゃ稼げるので、これかなりおすすめですね。 はい。ということで、拾ってきたアイテム、こちらになります。めちゃくちゃ拾いましたね。目玉商品で言ったら、ドリル、ツールセット。でね、ハンドドリルですかね。ハンドドリルも結構高いんですよ。はい。でね、その他にも、このね、シーリングフォームとか、ケックテープとかね、このあたりも高いんですよね。で、あと、この缶詰もね、高いということで、このあたりも高いの全部拾ってきましたので、一回振りまで全部売りたいと思います。 はい。ということで、123万1000ルーブルまでなりました。高めちゃくちゃ稼ぎました。ワンレードで123万稼ぎました。これは熱いですね。では、もう一回行ってみましょう。 はいということでこんな感じで、えー、2回目漁ってきましたあのこれといってドカンっていうのがねなかったかもしれないんですけどこうアクセスカードとかこう一個一個のマスタ価がね高いアイテムを集めたので結構稼げたんじゃないかなと思いますじゃあ今からフリーまで全部売りたいと思いますはいということで148万5000ルーブルになりました はいということでこちら拾ってきたアイテムが、えー、3レイド目ですねこちらになりますこれをね今からフリマでもう一回打ってみたいと思います今回ちょっと稼げてるんじゃないかなって僕期待してますはいということで136万ルーブルですね まあ100万は安定して超えますねさすがですということで今回紹介させてもらった SOT 廃工場周辺を漁るだけで稼げてしまう動画いかがだったでしょうか鍵部屋からはもちろん高級品出ておりましたが一番はね外に落ちているダッフルバッグと工具系から出るアイテムですねこの辺りが一番の稼ぎになっていましたハイドアウト用品が高くて必要とされている今廃工場で皆さんも金作されてはいかがでしょうか BMC で行くことで、すでに漁られていることは少ないと思いますので、稼ぎの足しになればなと思います。それでは今回はここまでご視聴いただきありがとうございました。またね